私の父が会社経営者で、私が自分の意見を言うと否定されたり、自分の価値観を押し付けてきます。二言目にはお前は成功体がないかわからないと思います。こういうタイプの人は例えば親でも避けた方がいいですかと思うんです。あ、結論から言いましょう。はい。経営者程度で何言ってんの大事ですね。どのぐらいのレベルの経営者なんですかね。うん。はっきり言って、この一流の経営者ってね、あんま否定しないんですよ。興味がない話を、あ、いいんじゃないぐらいに流して、興味がない話だけ入ってくるみたいな、あんまり否定しないんですよ。なんでかっていうと、否定してたところで、注意したところで、相手が変わることはないし、ほとんどの人間は話がわからない人だから、言っても無駄だってわかってるんですよ。本当の経営者だったらいろんな人と会ってるし、投資とかいろんな案件とかを踏まえて行ってきてるんで、失敗体験もたくさんあるんですよ。で、そこから、あ、言っても無駄だったなとか、こういう場合言ってもしょうがないなってことを理解してるんですよ。で、それがわかってないから、多分、言うほど大して成功してないんですよ。成功してない人間ほど、いや、俺は成功体験があって言いたがるんですよね。うん、頭悪いですよね。はい。なんでそういう人間は親でも避けた方がいいとかっていうことはないと思うんですけど、別に参考にならないと思うんで、まあ、別に避けても避けなくてもどっちでもいいんじゃないですかね。はい。うん、いいんですよ。だからコミュニケーション取らなくていいんじゃないですか。うん、別に。お前最近どうなんだって言われたら、うん、なんかぼちぼちやってるよ、2%ぐらいな感じでいいんじゃないですか。うん、なんかまあ、あれなんですよ。バカな人はまともに相手しちゃいけないんですよ。バカな人は適当におちょくってごまかすっていうのが一番いいんで、会話する意味がないので、うん。お前は成功体験がないから分からないんだって言われたら、いやー確かにそうっすよねーって、年収ね、1億以下ぐらいの、年収1、ね、1億ね、1億とか10億程度の、会社で満足できてる、経営者には俺はなれですみたいな、うん、その程度で成功って思えないんで俺はなれですって言ってたらいいんじゃないですか。はい。成功してる人間は他人にアドバイスしないっすよ。求められなければ。うん。求められないアドバイスがどれぐらいクソかってことは、成功してる人間は分かってるもん。今まで散々そういう人って言われてるんで。うん。てか、そもそも他人にアドバイスしてる暇があるんだったら、自分はもっと成功したいと思いますから、成功者は。うん。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。